こんばんは、平井博明です。最近ですね、レッスンたくさん来ていただけるようになりました。本当にありがとうございます。で、ワンナップゴルフのレッスンはですね、その場で今までの悩んでたこととか良くなかったなっていうショットよりも、練習場でそれよりもいいショットを打っていただくことはできます、レッスン中に。ただそれがご自身の納得いく動きいかない動きってもちろんあると思うんですよ。あとは自分の動きたい動きをやるだけでやってしまうと、結局僕が言ったことと意見がこう対立すると思うんですよね、頭の中で。そうすると仮にナイスショットが出たとしても納得しないとか、そういうことになったり結構あると思うんですよね。納得してないってことは、その自分のショットに多少なりとも自信がある方だと思うんです。で、そういう場合はご自身でやっていただいた方がいいと思うんですよ。わざわざレッスンに来てんって思う気持ちの方がもったいないと思うんで、ご自身でやっていただいた方がいいと思います。それでもいや自分のショットを変えたいとかスイングを変えたいとかって思ってくださるんであれば、レッスンにぜひ来ていただいた方がいいと思いますね。いやその動きはやりたくないんだよとか、いやその動きは無理なんだよっていうのがもしあったとしても、まずトライしていただくことに意味があると思うんで、もちろんレッスンって難しくなっちゃうんですけど、自分の動きたい動きがあるんだったら、もうご自身でやっていただいた方がいいですよね、本当に。例えばじゃあこんな人はワンナップゴルフ来たらいいよっていう。いろいろ自分で相当勉強されて、いろんな理論を取り入れたけども、なんかうまくいかないし、ミスショットばっかり出ちゃう、あとは自分の動きが決まってなくて、例えば 2,3 人の方からアドバイス受けて全員違うことを言われて、もう何していいか分かんないよとか、そういう方はぜひ来ていただきたい。あとはこれだと思って長年やり続けた理論が、長年やってもうまくいかないとか、そもそも正解って何とか、とりあえず何でもやるから基本教えてくださいとか、そういう方はもうベスト。ゴルフに対してもね、ゴルフの考えに対してもベストな方だから。自分に多少自信があって、でやりたいことが決まってて、うまくいかないから直してくれっていう人はうまくならない。いるけどね。今やってることをうまくいくようにしてよっていうのが難しいのか。難しい。俺の理論じゃないから。したらその理論に詳しい方に習った方がいい。ああそういうことね、でもナイスショット打ちたいんだったら、とりあえずじゃあ僕の言ったことを、とりあえず一回やってみましょうかって受け入れてくださる方じゃないと上達はしない。ただ打席では必ずナイスショット打てるんでしょ。打てる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 けど納得するかしないかよね。だからそれが自分のしたい動きと違うから、ナイスショット打って答えは出てるけど、それが信じられないというか。あ、そう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 。なんで気に入らないというか、そうなる方もちろんいるよね。そういう方にはワンナップ合わないんじゃないかと。合わないと思う。ナイスショットの出し方にこだわるっていうか、こういう形をしたいって言うんだったらダメってことね。そうそうそう、そう8割9割基本しか教えないから、ワンナップゴルフは。そうだね、それで十分60代出るから60代っつうのがね本当に練習量とか、もちろんパターの入り具合によるけど、それで十分ゴルフがやっていけますよっていうことしか言わないから。でしかも一番簡単なことね、1から1までしか言わないから。あ、ごめん、1から8まで1から8までが1なんでしょ。そうそう、1111190とかな。そう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 。だからそれで十分成り立つことまでしかほとんど言わない。で、例えばじゃあそこまで完璧にできてる方がいたら、こっちの判断でじゃあそれから先やりますかっていう感じだから。あ、9やるんだ。だってそうそうなの、その9、10ってやっていくから。で、例えばその方が1できてなくて、でも9から教えてくれって言ったって意味ないから。そうだね、言わない。やってもいいですけど、やりますって感じだから、多分できないと思う。そんな簡単なもんじゃないから。プロテストに受かりたいっていうんだったら、9はやる。1 8で受かる。受かればいいでしょ。受かればいい。プロテスト8でいい。8って1ってことだ。1 平井博明1で受かったから。プロテスト受かったの。そう、3位通過だから1だけやればプロテストまでは受かる。全然受かる。基本でプロテスト受かるから、絶対受かるから。そうか、その先ね。例えば、お金を稼ぐ、とか、年間通して複数年通してトーナメントでやるとか、俺なんか株だったけど、
下部でやっていくってなった時に、あ、9、10が必要なんだなって感じ。その8まで完璧にいつもできてて、9、10はできてもできなくても遊びでやってみたいな、楽しみたいなっていう人は全然 OK。 8までできてるからね。できてればね、うん、だからそういう1そう。そう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 、そしたらできるできないはもちろんあるんだけど、でも1から8ができてれば9、10できなくてもスコアには関係ないから、ま、崩れないから、はいはい、うん、だから全然いい。しっかりした基本ができてないとやっぱり難しいよね。言っていいのか分かんないけど、ここ最近レッスンに来られた 2,3 名の方で7からゴルフやってる人いるから、いたから。だからそういう方は本人が困っちゃうから、そういう教え方はしないでくださいって言いたいもんね。本当に。そっか、あ、そうだよね。あとね、これもちょっと申し訳ないけど言うね、クラブのこの来角ってめっちゃ重要なのよ、アイアンって、うん、あ、やばい重要なのよ、うん、相当重要なんだけど、ショップでフィッティングした方がいた。クラブメーカーは言わないけど、うん、ショップでフィッティングして、うん、もうあなたに合うクラブはこれですよって言われて買ったクラブが合ってないから。それやばくない？どう合ってないか言っていい？ゴルフであんまり良くない動きの一つ、トーダウンって言って下ろすときにこうやってなるのよ。でノーマル来角で合わせたので、ローマル来角で打ったらこっちにすった跡がつくってわけよ、こうやって。あ、はいはいはい、そう、本当はこうじゃない、うん、そうだね。だけどこうやってその方のスイングがトーダウンしてるから、うん、トーが下がるじゃない、うん、だからこうやって打ってるからこっちの跡がつく、うん、だから来角をアップライトにしましょうって言ってアップライトのクラブを買わされて、そんなことあると思って、であなたにぴったりですよって、うん、トーダウンしてんのにだよ、そんなフィッティングってあると思って、俺はもうね本当に死んじゃないと思って。それはどうすんの正解だった。いや、トーダウンを治るまで買っちゃダメでしょって。あ、そうで進めちゃダメでしょって、うん、買うから。そっか、それが問題なんだから、うん、それを直さなきゃいけないわけね、そのトーダウン、うん、そう。でも怖いことは2人とも間違えたこと言ってない、うん、フィッターは、うん、レッスンプロじゃないからスイング直す必要ないじゃない。ないないない。その現状に合ったクラブを売るだけじゃない。確かに。そう。で、ご本人も別に分かってないし、トーダウンしててナイスショット出るんだったらそれでいいじゃない。だから両方悪いことしてない。怖くない？だ、直す直さないはお客さん次第。そのトーダウンが直ったスイングで球が飛ぶんだったらフィッティングは正解。だったら外れ両方間違ってないじゃない。だから怖いのよ。でもやばいでしょ。平気であるからそういうの。やばい、気をつけてくださいね本当に。、うん、でもショップの方も本人も悪くないんですよ。悪気ないんだろ。悪気ない、だって関係ないから、フィッターにもクラブのフィッティングだから。やばいでしょ、ってことは、うん、クラブが合う合わない以外に当然そのスイングの回転とか、うん、そういうのも分かんないと、うん、本当のフィッティングってできないんだ。そう、ってことはどっちも分かってる人に教えてもらわないとダメだ。持ち。本当そうよ。だからツアープロに聞かないといけないんだ。いいこと言うね。そうなんですよ。そうでしょ。そう。だから両方クラブとスイングが分かる人じゃないと本当のフィッティングになんないじゃん。ヘッドスピード速いですね。はい、X。それでどうなのって感じじゃない。で、トーダウンしてます、トーアップしてますとかさ、それでさ、じゃあ来角変えましょうねって、そう、本当はそうじゃないじゃん。でもフィッターには責任はないじゃん、そのスイングの。あ、そうだね。そう、だから関係ないんだけど、だから両方悪くない。でも現状はやばいでしょ。もうその問題点としてはやばいでしょ。そうだね、うん、どっちも悪くないのにフィットしてないんだね、うん、そう。うまいこと言う。そう、ノンフィッターになる。ノンフィット、そう、それ平気である。それやばいね。やばいでしょ。え、誰も悪くないのにやばいってやばいね。そう、やばいよね。やばい、あるんだよ、本気である。恐ろしい、本当に。レッスンとかじゃなくなったけど。そうだ。でもワンナップはそこまで面倒見んでしょ。あたぼうよ。あたぼう、あたぼう、もちのすけ。本当に。そう、でもちゃんと、だから俺は必ず買っちゃダメですからねって先に言うの。買うことはいくらでもできるじゃない。でも買って
てどうのじゃないから、まずスイングだから。よくね、これもまた話長くしていい、クラブ何十年って使ってて、いやクラブ買い替えたら調子悪くなるんだよっていう方いる。そういう方ってクラブに合わせてるから、自分のスイングに合ったクラブを使ってないってことなのよ。クラブ変えても自分に合ってるクラブだったら何使っても結果って変わんないのよ。確かに。そうだけど、もちろん愛着もあるけども、全然違う球が出るんだったら、そのクラブに長年合わせてきただけのこと、自分に合わせてないのよ。そういうことも平気である。だから買い替えるの調子崩すとか悪いんじゃなくて、自分に合ったクラブを見つけてあげた方がいいんだよね。それがたくさん試打するしかないの。フィーリングがいいって思うクラブに絞れればいいっていうだけの話なんだよね。本当に数本打っただけじゃ分かんないし、何十本って打たないと分かんないから。だから本当に買い替えたいっていう気持ちがある時って、暇あればショップ行って、多分今だったら7番やんとかバーっていっぱいあると思うんだけど、いろんな7番やん打った方がいい。気になる7番、全然見当違いの7番、いろいろ打って、でいろいろフィーリングを確かめた方が良くて、それ大事なことね、クラブ買い替えるとき。今回はですね、ワンナップゴルフのレッスンについてお話しさせていただきました。最後の方は違ったお話になってしまいましたが、参考になったと思います。で、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。インパクトゼロやってますか。最後までご視聴ありがとうございました。